お疲れ様です、吉谷さん。私はね、1億人いたら1億ジャンルあると思ってるんですよ。で、その一つの例をちょっと紹介します。チャンネル登録者が300人ぐらいで、で、再生数がね、毎回ね20前後っていう人がいます。で、その人は多分ね20代の前半ぐらいなんだけども、なんか中学生みたいな、まあ、格好をする女の子なんですよ。で、歌も下手で喋りもいけてなくってダンスも下手なんですよ。けど放送して、こんにちは、誰か来るかな、来るかな、あ、おはようございます、眠いです、あ、おはようございます、こんなペースでね、ずっと1時間やってるんですよ。中身のあることは喋ってません。コメントをよろよろと読んでるだけと。で、間が持たなくなるとこうダンスを始めるんですよね。音楽かけながら、で、いわゆる最近のアニメの音楽かけながらそれに合わせて踊るみたいな感じなんですけども、だから振りコピって言ってね、こういろんな踊りをコピーするんですよね。で、結構下手なんですよ。けどなんかファンはいるんですよ。で、そういうジャンルもあるんだなって感じですよね。で、なんかそこでなんかいろいろとやり取りがあるんじゃないですか。メールを通じてとかツイッターを通じて、まあ、もちろんなんかね、性的なものを売り込んではいないんですけども、なんかあれですよね、なんか普段の持ち物の本当なんか鉛筆一本売ったりとかしてるみたいですよ。でも売れてるみたいですよ。で、ちょっとしたねお小遣いになるっていうか、毎月5000円とかになってるらしいです。まあ5000円でもね、なんか結構やっていけるみたいですけどね。すごい緩いジャンルだなと思って、私もね、チャンネル登録はしなかったんですけども、ライブ放送をやってる時にたまたま行ったことがあったんで、こんにちはってメッセージ送ってね、そしたら別に、初めてのこんにちはだから、本当は過激に喜んで捕まえたいじゃないですか。そんなことないんですよ。あ、こんにちは、初めてですよね。あ、どうも。みたいな感じ、すごいテンション低いんですよ。まあそういうニーズもあるんだなってことですよね。まあだから、まあ、誰でもですよ、視聴者さんをつかむことができるんだろうなと思います。なんかいわゆるね、なんかそういうのにもファンがつくよっていうのが誰にでもあるんですよ。まあまずやってみることじゃないですかね。なんか何もかもね、きらびやかな人ばっかりじゃないんですよね、多分。要するに、まあどんな道もマニアがいるんで、まあ吉田さんの動画とかね、私の動画を見てる人も結構なマニアですけどもね、そういったマニアに支えられるのがこの業界ですから。いってらっしゃい。